好天に恵まれました神宮球場です。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出している以上この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるでしょうからね。そうですね、期待しましょう。バッターは2番に入っている山田、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球空振り、ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。なるほど、痛烈な打球、高っ、突き刺さった。先制のツーランホームランです。スワローズ白球高々と舞い上がり、神宮球場のスタンドに消えていきました。しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。スワローズが先制しました。2対0になりました。いやー、これは失投でしたね。そうですね、ヤクルトスワローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。小宮山さん、エースとしての役割をしっかりと果たしました。いかがですか。まあそうですね、本当に、素晴らしいピッチングだったというふうに思いますね。本当にそうですよね。勝ったヤクルトスワローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。